何されてる方なの？カメラマンなんです。うん、どういうカメラとかどんなジャンルあるじゃない？人物とか。まあ32年なんですけど、独立して雑誌とか新聞の仕事が多いんです。でまあ、経営者との仕事がすごく多かったので、はい、いうのはだから今、人間写真会という名乗ってます。あ、よく風景がありますよ、風景とか撮り鉄の電車とか電車とかありますよ。で、普通ね、写真は人物写真ですよね、人物写真、うん、人物写真とかいうね、ポートレートとかね、うん、人物で人は物と違うと思いますね。おあこれいきなり1回飲むとかものすごい英語に言う人は物と違う、もうだからやっぱりあのその人の生きた証みたいな生き様みたいなのが出るような写真になると、うん、やっぱり人間性が出るような写真撮りたいということで、はい、4年ぐらい前から人間写真家って名乗ってるんです。人間写真家、いつからカメラ好きやったんですか？ね、小学校ぐらいから、ね、写真撮ってましたね。ほな昔言うたらそれこそあれでしょ、フィルム、フィルムの、そうです、あの古い重たいようなやつだったんちゃいますか？僕の、 あの母方のおじいちゃんがね、はい、まあ商売やってたんですけど、はい、町工事やってて、はい、で写真が趣味 で暗室作ってやってはったりしてて、カメラを僕ね、うん、もらったんですよ、はいはい、小学校の4年ぐらいの古いやつ、はい、でそれ弟のその運動会撮ったのが初めて。それ撮った時に褒められた？褒められたというか、まあ、で、家でできひんから写真屋さん持って行って、はい、白黒ですからこうやってもらって、で、いろいろ教えてもらって、それから写真の趣味の世界。プロとアマチュアの違いってこれ何なんですか？お金が発生するせえへんという。そうですね、それがありますし、だからやっぱり何撮っても80点の写真撮るのはプロです。100点はダメなんですか？100点いらないんですよ。うん、80点80ですよ。80点とかの、うん、70点、80点の差が、はい、どこに出るんですか？例えばね、僕も人物写真撮ってるんですけど、はいはい、有名な経営者とか、うん、タレントさんでも撮ったら、普通の人言ったらもう飲まれてもって撮られへんですよ。ああ、相手に相手に、オーラみたいな、まあ、すごい有名な方だとか、はい、まあ、それこそ昔だったらその松下幸之助さんとか、そうですね、うん、それこそ天皇陛下とか、言うたらそれだけでも緊張してしまう、ね、いやそれはなるでしょ、人間やから、うん、はい、ただもうそうなってくるとシャッター押せないとか、あそうなんです、タイミング来るタイミング来るやつが依頼、あのね、でも昔は冬の乗ったら難しかったんですよ、露出がね、ああはあはあはあ、それがピントはオートフォーカスもなかったとか、はい、ピントが外れてる、露出が合うてないとか、そんな失敗もあって、はい、で緊張しまうんですよ、やっぱりだからやっぱり確実に抑えられる、うん、使える写真を撮るのはやっぱり大事。ほな山田さんは例えばそれこそあの松下幸之助やとか、はい、すごいすごい人が来ても、うん、やっぱり動じない心は、うん、やっぱり、うん、徐々にこう有名でない人から撮っていって、はいはい、流していってなんだなこう、でもあれじゃないですか、うん、僕らもね多少小さいハッタリ出てきて人間やから、うん、若い頃とかだったら、うん、できもせんのに、うん、あ僕できますよみたいなビビってんねやけどとか、あまあ、その経験あるんですか？はありますけども、はい、ただやっぱり新聞とか僕おったんで、はい、やっぱり簡単な仕事からね、はいはいはい、やらせてもらって、うん、次はこれできたらもうワンランク上、もうワンランク上いうことで有名な人までやらせてもらったら、ちゃんとステップアップしていったら、いきなりここは無理ですよね、まあ、いきなり東京ドームは無理ですわ、やっぱり桜の宮公園でやってという状態でと、あそうですね、うん、やっぱりその才能なセンスってやっぱあるんですか？写真努力で何とかなるものなのか、もうやっぱ天性のものなのかっていうとこ、これは僕より写真上手い人ね、たくさんやると思うんです、技術的にも。でもね、やっぱ写真っていうのはやっぱ特に人と撮る場合はコミュニケーション能力の方が大きいじゃないですか。はいはいはい、行ってムスッとしてても向こう嫌がられるから、はい、やっぱりこう話しかけてあげたりとか、で僕が行く場合って初めて行ったら、今はインターネットとかすぐ調べられますけど、はい、昔だったら図書館行って調べたりとか、はい、ちょっとした本読んだりとかして、ちょっとエピソードで本当緊張した時に、はい、向こうが固まりはった時に、うん、いや社長ゴルフこの間どこ行ってはりましたねとか、はい、最近こんな本書かれましたよねとかいうような話とか、いやゴルフ好きやで聞いてますけどとか、はい、そんな話したらやっぱりこうぐっと乗っていくんだけど、今日なんか作品持ってきてもらったみたいな、作品の言い方も失礼かもしれないですけど、まあ仕事で最近ね、取り組まさせてもらって、はい、僕も60超えまして、はい、はい、生き方って今日もね朝話し合ってたんですけど、3つあるんですよね、うん、生き様いうのはね、はい、生活の性の生き様と、はいはい、生活の活の生き様ね、はい、活業、生き、はいはい、で僕らぐらいだったら生き様いって死ぬ方の侵入の方の生き様、オルニー侵入ですね、はい、ご逝去されたの、はいはいはい、行くね、はい、天国行く方のね、うん、まあ、そっちの方はもう
考えた感じやあんまり、まあ、時間的に近いかなという近いですね、で、人生80年とかね、うん、言うて80長いの思いますけども、はい、生きてね、82歳まで生きてね、3万日なんですよ。あ、そういう計算なんだ。日数で言うか、日数で言うか3万日、はい、前のことでね、最近取り組んでるのは、あの遺影写真。お遺影写真、今就活とかが多くて、就活じゃない、終わりの興味付いてもらった写真が、うん、はい、私あの雑誌の仕事、雑誌とか通信社の仕事やってるんですけど、まああんまり写したら問題になるからこっちを、はい、まあ、著名な方じゃない、著名な方ですけどね、この方は、京都大学の藤田先生言いまして、うん、はい、医学部で創薬、薬学の先生でね、うん、これはあのブルームバーグさんいうあのニューヨークの通信社の仕事に行ったんですけども、はい、この方は、脳の硬膜下症、うん、っていうと、まあ、欧米人に多いあの病気らしいんですけど、硬膜下症ね、はい、よく聞きますね、はい、あのそれの、治療薬を作りはって、うん、でまだ日本の厚生労働省が認可してない時に、うん、アメリカとそれ EU が認可したいということで取材に行かせてもらいましてね、で、まあ、先生の元の研究室でこの写真撮らせてもらったんですけども、はいはい、まあ、写真撮ってる時あのデジタルカメラですから、はい、こう後ろでこう写ってこんなに見えてますって言って、うん、先生もうちょっとこっち来てくれませんかとか、右向いてくれませんか、左向いてくれませんかとか言って見てたら、はい、山田さん写真1枚くれへんよ、うん、先生何ですの見たら、僕仲間の葬式に最近よく行くんやけど、ろくな写真かかってへんね、うん、そうでしょう、うん、はい、いうことで、でもすぐあの編集部の方にデスクに電話入れて、先生この間はんねんけど言うたら、あんなもう山田さんあの送らへん写真、残った写真あげてくれたらいいから、はい、いうことで、この写真を、うん、データにして、はい、診療とプリントにしてお送りしたと、はい、まあ、すごく喜んでいただいて、うん、これは僕、ごめんなさいね、うん、あの全く素人でないんですけど、はいはいはい、これやっぱ意識してこの後ろの機材とかそうです、で、ね、この方の、はい、分かるもんね、はい、あのこれはプラスコとかいろんなあって、はい、これでやっぱり薬作ってるんですね、研究するのにね、で 手で持って貼るやつはこれはあの便箋核って、あの塩基とかいうやつ、そう、塩基ですね、はい、これはあのその作り貼った模型持ってるので、はい、だから何も普通に白いバッグで撮らなくてもこういうふうな仕事や、絶対この方がいいわ、いいよね、3年4年ぐらい前から、あのあなたに残す、あ、ごめんなさい、未来に残すあなたの笑顔、家族に残すあなたの笑顔ということで、うん、まあ笑顔のこういういい写真を、生きた証になるような写真を1枚残してはったらどうですかというのが僕のあれですね、ミッションですね、だから要するに好きなこというのは写真、はい、得意なものは人物写真、はい、で世間に世の中に役立つことを言うたら、この人の写真撮ったことで喜んでもらえると、うん、はい、社会貢献できるんちゃうかなと、そこでお金もらえたら嬉しいじゃないですか、いや、撮っていただいた方もあの生きたお金ですよ、そうですね、それは納得してというか、ね、う、ね、喜んで払うお金やから、はいはい、あ、それは素晴らしい、まあ、あの今まで人物何人ぐらい撮られました、ね、一応言ってるのはね、まあ、32年で大体、ね、年間100人ぐらい撮ってますから、3000人ぐらい撮ってると思います、まあ、同じ人2回撮ってることもあります、延べ、まあ、3000人撮られて、はい、まあ、著名な方多いと思うんですけど、はい、やっぱりそのこうフィルターこう撮るじゃない、はい、構えるじゃないですか、ね、はいはい、構えて、はい、出てるなんかオーラが違うとかそんなのあるんですか、よく言われるんですけど、あれオーラいうのはね、自分が思うから、思い込みなんですか、思い込み、だから僕もあの稲森さんもね、今出てるから、うん、で残念ながら僕ね、松下幸之助だけは撮れなかったんですよ、あっていうのは平成元年にいなくなってるから、はい、28年前ですか、はい、もう亡くなりあったがね、ほな、うん、もう28年前って僕はペーペーですもん、うん、でもうその晩年言ったらほとんど病院にいはったから表で出てきてはらへんから、それが心の持ってて、別に例えば稲森さんであろうが、うん、はい、あの日本電産の長森さんであろうが、はいはい、向いたあんまりその間町工場のおじさんであろうが、はいはい、変わりはないっていう思って撮ってます、うん、あ、それはもうフェアに変な先入観とかっていうのはあのやっぱり思い込みなんですよね、あーオーラあるから、ね、そう思ったらもう あのあれですね、神仏化してしまったら、はいはいはい、やっぱりこう役にええもんが、ええもん撮れへん、やっぱり今のおっしゃったのはプロの意見やけど、その80点というのがなんとなく読めてきました、はいはいはい、だからあの何もその人を尊敬してるわけじゃないんで、あのとか卑下してるわけじゃないんですけども、やっぱりファイナル覗いてる時は一人の人間、一人間としてあのいわゆる冷静な目でファイナル見ていって、でその人のいいとこ切り取ってあげようというのが、よく言うじゃないですか、はい、やっぱりさすがあの稲森さんやなとか、はいはい、やっぱりさすが日本電産やの社長、ちょっと例えばこのお箸をパカッと割った姿だけでも割り方が違うとか、勝手に持ってもらうんですよ、偉い人とかいうふうになっちゃうのは、これは
あくまでも見る方の思い込みがあると思います。だから、はあはあ、オーラありますかって言われるんですけども、うん、オーラっていうのは僕はないと思いますよと、とりあえず見る人の方のあれやからって、後ろがこうやってね、もう例えば湯気が出てるとかね、こうなんかこんなようなのが見えませんから、相手が勝手に、だから見る方が、だからご覧になる方がそういう先入観念、本読んだとか、それから話を聞いたとかいうことで、はい、で増幅されて、自分の気持ちの中で増幅されて、一回会ってみたい、会ってみたいな、うん、あ、女の子と会うと一緒ですわ、女性とね、ものすごいね、一層膨らみますよね、膨らみますね、それと一緒だと思いますけども、僕らはやっぱり冷静な目でやっぱり見やんたかんちゃうかなと。よくね、ゴーデンズファインダー通したらプロカメラマンは冷静なれとか言いますもんね、僕昔、新聞撮った時はやっぱり、はい、凄惨な事故現場とか行ったら、カメラ持ってなかったらよう見えませんけども、うん、よく聞きます、ね、カメラ持ってたら意外と撮れるんですね、そういうのがありますね、お守りじゃないですけど、やっぱり心落ち着いて、でも舞い上がってたら本当に何撮ってるか分からない、それはプロじゃないですよね、そうなったら、普通のやっぱりその女の人のお見合い写真とかそんなの撮るんですか。僕女の人下手なんですよ。なんで。あ、そうですか、うん、やっぱおっさんばっか撮ってきたからか知りませんけども、やっぱり年齢いった男性が得意なんですか。っていうか、そうですね、年齢いった僕と同い年がちょっと下ぐらいの人の方がやっぱりね、まあいいんです、やっぱ男の人じゃない、やっぱ40超えたらやっぱり顔に深み出てきますから。ああ、でも人相には出てます、やっぱり。じゃあちょっとこの性格悪いなとか優しいなとか、人相にはこの人今まで、はい、すごい、それこそ稲森されたらど真剣に生きてきた顔やなと。ありますね。ほんでやっぱり井上さん、最近は僕は久しぶりにこの間から、1年に1回ずつぐらい撮らせてもらってるんですけど、あ、そうなんですか。 JAL の再建に行きはる方ってやっぱりすごく僕が思うのは疲れられたんかなと思って、やっぱりすごいエネルギーになるんですかね。行きはったんかな、かなり久しぶり見たらくっけてはるいうか、疲れてはるなあいうようなお顔されて、今言ってるのは60になったら還暦フォト、会社も卒業じゃないですか、まあ、再雇用されるにしても、一回60で人生リセット、今まで生きてきた人生リセットして、はい、今後何年生きれるか分からへんけど、そこで1枚取っとくと。で、まあ、70で取るか65で取るか言って、まあ、あと5年とか10年に1回取っていかれたら、いい違うかなと思ってしまいますけど、ね、だから、還暦に1枚取りはったらどうですかいうのは、進めてますけどね。いいですね、還暦ほど、はい、それとあと、まあ、日本では米寿や喜寿やとか、そういうのあるじゃないですか、あります、そういう時に、取り張ったらどうかな、なんかこう節目になる時にというきっかけでね、はい、であと80歳ぐらい超えてはる人でして、はい、ご夫婦で健在だったら金婚式を50年迎えてはるとかだったら、だからまあお二人で1枚取ると、うん、お一人ずつ取っておきはったら、まあ何ぞあった時に使えるかなというようなことの提案も今最初で撮らせてるケースもございます。まあ写真撮りたいなと思う方は、うん、山田さんこちらの方へ、はい、でもお忙しいから結構待たされるとかないですか。じゃあこちらの方へご連絡いただいて、こちらの方へ、はい、はい、どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。風吹き抜ける川の街、流れに二人の夢浮かべよう、帰りつく街。お前と出会った公園、ツツジの花が咲いて。